はい、本日やっていくのはこちらのエンクロージャーっていうのかな、こちらのゲームになります。なんでも、日本でね、昔日本のコナミだったかな、配信されていた PA というホラーゲーム、それにインスパイアされて作られてるらしいんですけれども、同じ場所を行ったり来たりするね、ループものみたいです。はい、まあその PA っていうのはね、配信中止になって、まあ半ば伝説と化したゲームなんですけれども、 YouTube なんかでもね、いろいろ動画が上がってるみたいですね。私見たことないんですけれどもね、面白いらしいですよ。じゃあこちらのエンクロージャーやっていきたいと思います。プレイ。はい、操作説明ですね。ね、日本のゲームが海外の方にね、影響を与えるっていうのもなんかすごいですね。はい、見知らぬ部屋に閉じ込められてるのかな、これ。なんか早速血だまりのようなものがありますけどね。なんかアクションを起こせるのかというと、おお、何これ、何が出てんのこれ。なんかゴキちゃんかなって思うけど、ただの煙なんだろうか、なんだろうか。とりあえず出ましょうか。特に何かできるわけではなさそうなんで。おお、なんか雰囲気のある場所ですね。なんかダクトみたいな、なんかホースみたいな、なんかありますけど。これなんだ?缶かな?なんだろう?なんか触れたりはしないみたいです。これラジオじゃない?これも聞けたりするわけではない。このまま進みましょうか。でも何回も歩いていると、いろいろと、不思議なことが起きていくのかな?ちょっと画面が揺れてる。はい。いける?あ、いける。あ、やっぱり元のところに戻ってくるんだ。さっき見かけた缶でいいの?缶ですね。缶。で、またラジオがある。あ!このゴミ袋さっきなかったような気がするんだけど。ね。なんだろう。なんとなくゴミ袋、あ。え、なんか音がした気がする。気のせいかな。なんか音がした気がするんだけどな。はい。あ、缶が上に行ってる。なんで?なんで?不思議。誰が上に置いたの?あ、こっち側にも。ちょっと、誰かいるの?自分以外に。ラジオは相変わらず何かできるわけではない。あ、あれ?ゴミ袋がなくなってる。これは?あれ?どういうこと?なんかわかんないけど。ずんずん行きましょう。進まないと、あ、また缶が元に戻ってるわ。ラジオは相変わらず沈黙してます。もうこれ何も変わんないじゃん。ん、あれ、なんか聞こえる。ラジオの音じゃないこれ。でも電波が悪いのかな?なんか聞こえないね。なんか周波数が合ってないのかもしれない。あ、これもなんか、なんだろうこれ。水?なんだろうね。なにこれ。気になるなこれ。缶が、あれ?缶がなくなってる?ん?あ、木の板が、こんなところに落ちてる。あ、何あれ?なんか布がかけてあんのか。お!うっそ!びっくりした今。もう
特に攻撃をされたわけではなく、驚かされた感じかな。あれ、暗くなった。どうした？懐中電灯取れる？あ、取れるわ。なんかやだな。視界が悪い。これラジオだよね。なんか喋ってる。なんか喋ってる。これは？あれ？え？いきなり？人の首？なんで？なんで？なんでやねん。おお。またラジオから声が聞こえたりするのかな？あ、聞こえた。なんて言ってるのかよくわかんないけど。あ、あれ？おお、びっくりした。電池切れかもしかして。あれ？なんもないよね、こっち。こんなところで懐中電灯も電池切れになってね、真っ暗になったら怖いよねっていうか、何これ？ Behind you？ 後ろ？後ろ？え？後ろ？ Behind you？ 後ろって意味だよね。え？どういうこと？え？ないよな、もう。いる？何かいる？いないと思うけど。いないいないいない。ちょっと。誰だ、こんなの書いたのは。いないよね。いないよ。いない。よし、行こう。え。おお、赤くなってますな。なんだ？え？え？なになになに？なに？なによ？あれ？これラジオは？どこ行った？ん？あれ？あれ？ラジオだ。あれ？え？あれ？これどうしろってこと？どうしろってことって日本語おかしかったね、今。あれか。今入ってきたところの方から、もう一回出ればなんかあんのかな？それぐらいしか考えつかない。行ってみましょうか。開くの？開いた開いた開いた。あれ、これどこ？人がなんか入ってる。なんでしょうね、なんかの実験室でしょうか。あ、不思議な部屋に来ましたね。ゴミ袋多すぎ。邪魔。あ、これ何？乗り越えていってんのこれ。体が、うお！もうちょっと。やめて。脅かすのやめてください。なんかできる？できない。これ全部死体かなんかなのかな。あら、いけない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 。いないぞ。
何もいないね。よし。一体ここはどこなんだ？あ、何これ？斧じゃない？おい。取れる。あ、取れる取れる。なんて書いてる？キルヒム。キルヒム。誰のことをヒムって。ん？ん？おーっと、びっくりした。Only way to escape。 え？マジで？え？あなた誰？え？え？ Only way to escape って書いてるけど。おい。ははは。斧であの人を殺すと出れたってこと？トゥルーエンディングになってるけど。これでよかったのかな？マジか。はい。どうやらもう一つエンディングがあるようなので、最後のところまで戻ってきました。トゥルーエンドの時は斧を拾ったんですけれども、今回拾わずに行ってみようと思います。斧を拾わないと、キルヒムできないよね。キルヒムできないとどうなるんでしょう。ほい。あ、全然違う感じになってきた。さっきはね、部屋の隅に男の人がなんか捕らえられて、あ、なんだこりゃ。よくわかんないけど、バッドエンディングになっちゃった。自分が誰かにやられたのかな？ちょっと謎の残るゲームですね。